そう、あとは黒猫のマーさん、こんばんは、話して休みませんが、シャビの不安要素ってもう話しましたか。まだしてないです。あ、ちょうどスパチャでね、聞いていただいたんで、まあ話すと、あの、まあ、バルサ青だとするとキーパーからのビルドアップの時こうなってみたいな、まあ前言ったこうサイドめっちゃ開くじゃないですか。でも相手のシステムにもよるけど、こういう風に、まあ、4-1-2-3 でプレスはまる形になってるよみたいな、これだけじゃなくてボールホルダーに対してさ、いいチームってよくあるのが、原則的に、まあ、僕はボールホルダー一番近い人の斜め後ろ立ってパスコース2つ用意するから、あの相手にとってどっちか抑えようとしたらどっちか開くみたいな、両方抑えようとしたら裏開くみたいな、そういう原理があるんですけど、それがねチャビの場合はあんまない。ボール持ってる人に対してサポートのパスコースが少ないっていうのがめちゃくちゃあるんですよね。だから試合の序盤で選手のフィジカル的な、疲れが、フィジカル的な疲れ、うん、フィジカル的な強度落ちてあったりとか、脳みそが、フィジカル的に疲れてると脳みそも動くの遅くなったりとか、あと技術的にも落ちたりするじゃないですか。だからそういうふうに、試合の時間が経つにつれて、試合を支配できなくなるのは、そういった原則がないから、技術に頼りすぎてるところが、まあ、浮き彫りになるのかなって思うんですけど、ただペップのチームでやってた人だからそんなんがないとは思えないし、まあね、本当はプレシーズがいろんなところで仕込むところが急にそういう風になって、まあ、選手もいない中でっていう風になるのかなみたいな。でもそれでもね、使ってる選手ガビとかニコとかはねある程度できる選手なんで、まあ、その辺がちょっとまだ半信半疑みたいなところがありますね。そうだけど、まあ、相手のプレスにはまりやすいまんまずっとビルドアップしてる時間が長いから、そこがちょっと怪しいかなみたいな。で、チャビ時代のバルサがもうブスケツいて、イニエスタいて、ダニアベスいて、メッシいてみたいな、すごかったじゃん。だから、選手それぞれに技術があって、その技術のところで、このチャビが言語化する必要ないところが多かったから、しなきゃいけないチームとか、あの頃みたいに、その完成品になる前のところだから、ちょっとそこがね、どっちなんだろうなみたいな。アルサトでやってたサッカーはちゃんとね、原則に基づいた立ち位置になってたけど、ただあの時いた選手も良かった可能性もあるから、ちょっと分かんないですね、まだ。だからその原則的な立ち位置だったり、別に、まあ、僕が言った言語化だけじゃなくていいんですよ。ただ、ボールがつながるような立ち位置だったり、今日矢印理論でちょっと話したことで言うと、もうプレスがはまるときっていうのは、相手の矢印が整理されてるときなんですよ。この例えばここでボール持ってます、2トップが守備こうで、ボランチこうなってみたいな、アンカーこうなってみたいになると、相手からしたらこの選手はこの選手につく、この矢印がさ、スカーボール回す、こういったらこう、こういったらこう、44でこういう、こういったらこう、こういったらこうみたいな、こう整理されてるじゃん。だからこうパス回ったらこういって、ここにボールいったらこういって、でここにボールいったらこういってみたいな、でここで受けようとしたらこう行ってみたいな、全部矢印の狙ってる先のところにしかパス出せないと結局プレスはまってっちゃうから苦しむみたいな。じゃあこれを矢印をどういう風にねはまらせないかっていうと、まあ例えばいつも言ってるやつは 2-3-1-4 とかにして、まあ、こういうやり方をすると、こうした方がいいですかね。こうするとさ、これがこういって、これがこういって、そのままでしょ。で、ここに対して、この矢印行きたいんだけど、パスコースを常に作り続けてたら、ここは行きにくくなるのと、じゃあ、ここか、ここがこう行くじゃないですか。ただ、じゃあこれどうするんだっていうので、今度、こっちはこう行く。こういう、全部こういうふうに、まあ、矢印はまってたとしても、じゃあ、この大外に1個ずつ、この内側が2つ入ることによって、大外にここができて、これがこういう矢印。もうただ、これもうみんな分かったと思うけど、こういう風に矢印行く先っていうのが、ここ行きたくてもこっちも行かなきゃいけないでしょ、こう。で、ここをセンターバックに任したくても、この選手がいたりとか、あとはこれがここに、ここに行けるんだったら、ここでもう1人落としとくと、こっち行った時に、じゃあ空いたスペースこうとかいうので、まあ、2-3-1-4って後出しちゃん消しやすいから、そのためには、この3の両脇が中入っておくことによって、じゃあ、ここ降りてくる選手に対して、こういう矢印も、後ろを出したくないからこうなるから、一人一人、ここの、まあ、プレスする選手たちに矢印を2個用意させなきゃいけなくて、で、そのどっちの矢印を選ぶかによって、こう選んでんだったらこっちだし、こう選んでるんだったらこっちだし、みたいなのを全部でやっていくみたいな。で、これが矢印1個の状態でずっとビルドアップさせてるチームが、
まあ、チャビのバルサで、シティとかトゥエルチェルシーとかは、こういうのをちゃんと矢印2個用意してる状況が多いんで、その辺ですかね。まあ、こっから先はちょっと、レオゼ学園の有料のやつなんでね、よかったら、まあ、今のがプレビューみたいな感じで、楽しみになったら入って、いろいろ知ってくれたら嬉しいです。これを、まあ、現場で使える方法とか、そういうのも一緒に話してますんで、よろしくお願いしますっていう、まあ、宣伝させてもらってごめんね。